はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木です。毎回恒例の弾き語りシリーズ、今回は昔懐かしいスプーンおばさん。はい、リンゴの森の子猫たちで行きます。ちょっと練習風景を撮りますね。では本番に行ってみます。リンゴの森の子猫たちに誘われたのよ、楽しいパーティー。器具使ったことタップダンス、枝に小鳥のコーラスたいね。好きよスプーンおばさん、朝一緒に踊りましょう。好きよスプーンおばさん、シェイプアップもしなくちゃね。ほら見えない幸せとくるくる手をつないで、熊のドラムに合わせながらシルクハートのアヒルが踊るの。みんな笑顔ではち切れそう。今日はおばさんのバースデー。はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木です。この YouTube 動画もですね、私のソロバージョンは早くも第50回目の収録になりました。はい、せっかく50回目なので、まあ、今回はですね、弊社が、まあ、このビジネスの上でとても大事にしていることですね、ミッション哲学というところを語っていきます。タイトルは、世界中どこでも扱う、しっかり目利きするオンリーワン不動産屋と。はい、まあ多分他社と大きく違うであろう弊社のサービスの特色っていうところを、語っていきます。はい、国際不動産エージェントは、まあもともと業界でも非常にユニークな、オンリーワンな会社、オンリーワンなビジネスモデルの、まあ、企業として出発して、まあ順調に成長をしてきております。我々のビジネスモデルってもう日本だけじゃなくて世界的にも非常に珍しい、我々も世界的な不動産業界団体に入っているんですが、いろんな方に、お話をしても、そんなあなたたちみたいな会社なんてほとんど聞いたことも見たこともないって言われるぐらいユニークです。どこがユニークなのかというと3つありますね。我々まず徹底的に買い手オーナーの立場に立つ、まあ、バイヤーサイドに、立つというところを徹底しております。これですね、一見当たり前のようでいて、この不動産業界の中では絶対全然当たり前じゃないんです。普通どの国でも、まあ、不動産屋で大きな利益を上げるためには売り手の側につくのが普通です。買い手の側につくというのは、まあ、要するに商売が下手で不器用になりますけれども、我々はあえてそちらの道を選びます。買い手の立場に立つということ、買い手さんは不動産取引が成就したらオーナーさんになりますよね。なので、オーナー様のために我々は継続的にサポートも行っていきます。そのために必要なのは、意識的に在庫を持たないということかと思います。要するにその会社として絶対に売らなくちゃいけないような物件を持たない、むしろその買い手さんのニーズを聞いて、でそれに合う物件を世界中からマーケットから取ってきて、探してきてマーケットプライスでご提供するということを我々の、はい、ミッションにしております。で2番目なんですけれども、これも珍しいです。世界中どこでもやる、どの国の不動産を買いたい売りたい、それがどんなマイナーなどんな国であろうと、もう聞いたことのない都市であろうと、我々はノーを言ったことが一度もありません。アフリカのセネガルとか、まあ、中央ヨーロッパのハンガリーの聞いたこともない町とかですね、そういうことを言われたら調べます。すっごい面白いじゃんと言って最初から調べて、いろいろなネットワークを使って、
それをお客様の要望に合わせて、はい、商売にしていくということをしてきております。なぜそれやってるかというとですね、まあ確かにですね、コスト面で合わないだろうっていうこともあるんですね。本当に、会社経営考えると、場所は絞った方がいいんだろうと思います。で、まあ我々も実態として、その世界中どこでも扱うとは言ってもですね、まあ取り組みの上で強弱はあります。どの国を多くやってどの国を少なくなるっていう、そういうアクセントはあるんですけど、まあその上で基本的にノーと言いません。世界中ニーズがある限り、どこでも、不動産がある限りどこでも扱いますというところです。で、3番目なんですけど、これは、不動産なので、とても大事なポイント、ローカルに目利きをするということです。不動産って、まあ、場所に張り付いてるものです。で、その場所はそれぞれ特性がありますと。はい。この町だから全部不動産がいいというわけではないです。その町の中で選ばれる物件、地域需要に合ったタイプの物件というのがあります。必ず、マクロな分析も必要なんですけど、それ以上にローカルにこの物件買って間違いないかどうかっていう目利きは必要で、私たち、今年の2月3月まではですね、私と、代表の市川とですね、本当に、世界中行きまくって1ヶ月で50カ国120都市以上に行って不動産の現場を見まくってきて、まあ一応その目利きの目を養ってきております。今はコロナで海外に行くのが非常に不自由になっているんですが、まあ、これまでに、まあ、蓄積した、まあ、海外のエージェントさんのネットワーク、あとエージェントじゃないだけど地域に住んで不動産を含めていろいろ案内とかお世話をしてくれるシティコンシェルジュという方々、そういうネットワークを構築をしてきましたので、まあ、その彼らにローカルな目利きをしていただいて、我々が確認してっていう形で、まあ、必ずそのプロとして、見て OK だというものだけ扱うということは徹底をしております。はい。次に弊社の社風についてなんですね。ちょっと社風って古臭く聞こえるかもしれないけど、これも大事だと思ってます。もう一言で言うとですね、正直誠実真面目ですね。大好きな不動産に嘘はつけない、嘘をつかないということを大事にしております。弊社は、市川隆久と私鈴木学ぶ、この2人の経営陣によって2017年に創立されましたが、この2人は共に不動産が好きで好きでたまらない、不動産オタクでありギークであるんですね。はい。で、それがそのまんま弊社の社風になってます。で、不動産はそのまあ素晴らしい面がいっぱいあります。お金を生むマシーンにもなり得ますし、同時にその人が住まうとか、使うとか、まあその人生の一部にもなりますし、あるいは不動産建物っていうのがですね、やっぱりその街の風景とか、歴史的景観を形作る一部になっている、そういう不動産のいろいろな面が本当に大好きで、まあその例えばトイレに神様があるっていう話があると同じように、私たちは不動産にも神様があると宿っていると、私たちの仕事でやることは不動産の神様に常に見られているっていう、そういう認識がありますので、まあ基本的に、私たちは常に嘘をつかずに、誠実にやってきておりますと。はい。で、お客様に対するミッションなんですが、はい、まあ、ズバリ一言、世界の不動産オーナーになって、皆様に幸せに豊かになってほしいと。で、その、目標のために我々はプロとしてコミットし続けるということです。はい。で、その幸せになる、豊かになるっていうところ、いろいろな意味がありますけど、まあお金の意味で幸せになる、不動産が生み出すキャッシュフローで自由な時間を作るっていうところも大きいですし、まあ、あるいは世界が広がる、視野が広がるというところもですね、非常に大きいと思います。その辺は私たちは、喜んで手助けをしていきたいと思います。はい。で、不動産投資というのはですね、目標通りいかないことというのも時々あります。我々が見聞きした、不動産
であっても、まあ 100% の勝率ということはないんですね。はい。目標通りにならないことがあります。ただその時もまあ愚直に誠実に、やり取りを続けるし、リカバリーの努力をし続けるということも私たちは大事にしております。あともう一つ、まあ仕事をする中で、お客様の中には、まあ今この物件を買ってもどう見ても幸せになれないと思われるケースは多々あります。例えばの話、まあ要するに不動産をすごく無理してお金がカツカツなのに買うとかですね。はい。まあそれって保有体制がないっていうんですけれども、そういう方が無理なファイナンスとかをするというしてどうしても買うという時は、私たちはノーというか止めます。もう一つ言うと、海外物件の場合、外国体制があまりにもない方というのも時々います。まあ、例えばの話、日本語じゃないとすごく不安になるとか、日本の常識と違うことが出てくるとものすごく不安になるとか、そういう方々が海外の不動産を持ってもストレスになりますので、はい、わざわざストレスを持って苦しむ必要はないと思ってますと。はい。そういう方にはノーと言って、まあできるだけ彼らの性格に合うような不動産を出していきたいと思います。最後に、私たちはですね、国際不動産エージェントは、これからもオンリーワンな会社として、日本社会の中で、業界の中で名誉ある地位を占めていきたいと思います。もっともっとですね、この社会の中で認知を高めたいと。海外の不動産を買うなら、あるいは相談に乗るの、乗ってほしいなら、やっぱ国際不動産エージェントだよね、みたいな形で、世の中に認知をしていただきたい。で、我々の発言力が高まることによって、この業界ですね、まあ、正直言うと嘘も溢れている業界です。騙しも溢れています。そういう業界を少しでもまともにしていきたいと思っておりますと。はい、これからもですね、私たちは皆様の支持を糧にですね、頑張っていきますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。今日の YouTube 収録はこれで終わります。チャンネル登録お願いします。失礼いたします。さようなら。